デビュー曲うっせわが記録的大ヒットを飛ばし、現役女子高生シンガーとして一躍有名になった。アド、あまたの技術を用いられた圧倒的な歌唱力、楽曲によって七色に変化する歌い方がなすずば抜けた表現力、独特で癖の強い中毒性ある歌声、そういった圧倒的な歌手としての実力がアドを唯一無二のシンガーとして君臨させ、社会現象にまで発展しました。世間の声のみならず業界人からもまたその評価は高いものです。というわけで今回はアドを評価する業界人について4選紹介していきます。椎名林檎。最初に紹介するのはロックバンド東京事変のボーカルとしても活動しているシンガーソングライターの椎名林檎です。ロックンロールからジャズ、ヒップホップまでこなすジャンルを問わない柔軟さを持ち、それ以外にもギターや鍵盤などの各種楽器の演奏や作編曲までこなすなど、音楽家として高度な汎用性を誇る椎名林檎。中学時代からバンド活動を始め、学園祭などで演奏していたそうです。やがてその活動は学内だけにとどまらず、学外の友人ともバンドを組んでライブハウスで演奏するように。さらに活動の幅は広がっていき、1994年、高校1年生の時には第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン放課後の決戦カラオケバトルロイヤルに出場。1995年、高校2年生の時にマーベラスマーベルというバンドで第9回ティーンズミュージックフェスティバルに出場、福岡地区で1位となり全国大会に進出、奨励賞を受賞しています。ちなみにこの時グランプリに輝いたのは aikoだそうです。高校では学級委員を務め、成績も優秀だった椎名林檎ですが、大会実績を鑑みてか高校2年の3学期が終わると同時に高校を中退、ピザ屋や警備員などのバイトをしながらデモテープを作る日々を送ります。そうして翌年、フリーター生活をしながら出場したミュージッククエストジャパンファイナルにて、いくつかのレーベルから声がかかり、東芝 EMI を選んで契約。1998年5月、幸福論でデビューとなりました。やがて1999年10月、4枚目のシングル本能を発売。このシングルがミリオンセラーを達成し、椎名林檎の名前は世間に広く認知されることになります。その本能も収録されているセカンドアルバム勝訴ストリップが翌年にリリースされた際には、オリコンで230万枚を超える大ヒットを記録し、このアルバムで日本ゴールドディスク大賞ロックアルバムオブザイヤー、第42回日本レコード大賞ベストアルバム賞を受賞しました。また同年に行われた福岡県飯塚加保劇場でのライブ「まれ実演九州座禅エクスタシー」では、インターネットライブ中継の瞬間同時アクセス数で日本記録を塗り替えています。やがて2004年、東京事変としてバンド活動を宣言。2012年のうるうび、2月29日をもって解散するまで、数々の受賞やドラマ主題歌担当、紅白歌合戦出場など、さまざまな活躍を見せていました。そんな J-POP 全盛期を支えた椎名林檎ですが、2022年、 Ado とのコラボ楽曲を制作しています。椎名林檎が Ado に提供したホラー映画体探しの主題歌行方知れず、作詞作編曲を担当した椎名林檎は Ado を高く評価しているようで、ネット上では林檎にここまで言わしめるとはなどと驚きが広がっています。初めて Ado の声を聞いた際の感想を、なんと理想的なドラ猫声なんだとおののきましたと語り、25年前、ファーストアルバム切削無罪モラトリアムを出してしまう前にこの響きに出くわせていたら全部彼女に歌ってもらっただろうとも思いますと、その歌声を絶賛。私は作り手冥利につき続け、今頃さぞやそっくり返っていたことでしょうと続けました。さらに毎度野性味あふれる雄たけびを聞かせてくれるアド氏ですが、制御する知性にも恵まれた職人、そういうところも好きですと重ねて称賛。楽曲発表にあたり、晴れて発表されるこの行方知れずの中では、一点能弁にあれこれしたためているつもりです。そしてアド氏が答えてくれていますと、アドへの評価の高さがうかがえるコメントを残しています。これを受けてネット上では、コメントがもう素敵すぎる、アーティストとしてこれ以上の褒め言葉ないやろ、林檎にここまで言わしめるとはといった声が上がっています。またアド自身も椎名林檎はもともとファンだったようで、自身の歌い方も椎名林檎の影響を受けているとか、映画主題歌コラボにあたり、この命が尽きてしまうんじゃないかと思うほど、この世の全ての運を使い果たしているくらいに光栄ですと思いの丈を語っています。ビーズ。続いて紹介するのはビーズです。ギタリストの松本孝弘とボーカリストの稲葉浩志からなる言わずと知れた国民的ロックユニットビーズ。結成30年を超える今でも、未だ衰えることのない人気を博している日本を代表するアーティストです。結成は1988年、空前のバンドブームが日本を包み込んでいる中、2人組のユニットビーズは一色だったといいます。音楽制作会社のビーイングに所属して活動していたギタリストの松本、ビーイング音楽振興会に所属していた稲葉とはビーイング社長の紹介で知り合いました。稲葉の能力を買っていた社長は、早くデビューさせたいという思いがあったといいます。稲葉の歌声を収録したデモテープを聞いて、松本はすぐにボーカルに採用することを心に決めます。翌々日に録音スタジオで会って2曲ほどセッション、ものの10分ほどでビーズの結成が決まったとか。
やがて1988年9月、シングル「だからその手を離して」とアルバム「ビーズ」の同時発売でデビューを果たしたビーズ。1990年発売のフィフスシングル「太陽の小町エンジェル」では初のオリコンチャート1位を獲得し、同年発売のフォースアルバム「リスキー」、1991年発売のエースシングル「レディーナビゲーション」が初のミリオンセラーになるなど作品が次々と大ヒット。現在に至るまでにシングル15作品、アルバム19作品がミリオンセラーという怪物じみた実績を誇っています。中でも1998年発売のベストアルバム「ビーズ・ザ・ベスト・プレジャー」は日本国内の音楽市場で初めて売上枚数が500万枚を突破。同年発売の「ビーズ・ザ・ベスト・トレジャー」と合わせて合計1000万枚の売上枚数を記録。2007年にはアジア圏のミュージシャンとして初めてハリウッドロックウォークに殿堂入りし、2008年にはギネス世界記録から日本で最もアルバムを売り上げたアーティストの認定を受けるなど、音楽業界の最前線で大活躍してきました。そんなビーズもまた2023年9月公開の映画「沈黙の艦隊」で主題歌「リニティワード」に提供しており、彼女に対する評価をコメントしています。松本が作曲、稲葉が作詞を手掛けた「リニティ」、映画の世界観にリンクした荘厳かつ生命力あふれるバラードとなっており、力強さの中に優しさも感じられるアドの歌声が主人公のうちに秘めた苦悩や登場人物たちの尊厳に寄り添うような壮大な楽曲として仕上げています。松本はアドさんには以前から注目していましたので、お話をいただいた時はとても嬉しく、やりがいを感じて制作に臨みましたと振り返り、実際に僕の書いたメロディを歌っていただき、彼女の歌唱力、表現力は若手のアーティストの中でも群を抜いて素晴らしいと感じています。アド、ビーズのコラボレーションをお楽しみくださいと絶賛。稲葉は時代を象徴する歌声の持ち主の一人であるアドさんとご一緒できてたくさん刺激をいただきましたと、同じボーカリストとしてアドの歌唱力を評価していました。ビーズからの楽曲提供にアドは、このような貴重な機会をいただき光栄です。彼らが戦う海原のように壮大で果てしなく、ですがその奥深くには温かな愛がある美しいバラードですと感想を述べています。バウンディ、続いて紹介するのはアーティストでありマルチクリエイターのバウンディです。彗星のごとく現れ瞬く間に一世を風靡した奇才アーティストバウンディ、2019年に YouTube に楽曲を投稿したことをきっかけに SNS で話題に、以降ドラマ主題歌の担当や2022年の NHK 紅白歌合戦初出場などでその知名度は世間に広がり続けています。作詞、作曲、アレンジなど全て自分の手で行い、デザイン、映像に至るまで全てセルフプロデュースというマルチクリエイターのバウンディ、中学生の頃にはすでに音楽制作ソフトキューベースで作曲活動を開始しており、いろんなボカロ P の新曲をいち早くカバーして歌い手活動も行っていたといいます。高校2年生の頃には音楽塾ボイス東京校に通い始めます。福岡市を拠点とするこの塾は綾香や結衣、家入レオなどを育成したことで知られており、このボイス東京校でギターや歌唱をレベルアップ、音楽家としてその能力を大きくステップアップしたバウンディは2019年大学1年生で初のオリジナル楽曲ペインを作成し、YouTube に楽曲を投稿し始めます。その後9月27日に投稿された東京フラッシュが SNS を中心に大バズり、 CD 販売やサブスク配信がされていないにもかかわらず公開2ヶ月で100万回再生を突破するという偉業を達成。後にサブスク配信ダウンロード販売が行われると Spotify の日本バイラルチャートでも2週連続トップ3入りを記録しています。その後も勢いは衰えることなく、 YouTube に投稿される新曲は次々と大バズり、不可抗力、怪獣の花歌など再生回数1億回超えの大ヒット曲をいくつも収録したストロボは2020年を代表する怪物アルバムとして鬼才バウンディの名を世に広めました。そんなバウンディもまたアドについては高い評価をしているようです。目覚ましテレビ新テーマソング茨の楽曲提供やアニメスパイファミリーで2人がそれぞれオープニングとエンディングを担当するなど、何かと交わることの多い2人。アドが歌唱を担当する映画ワンピースフィルムレッドの劇中歌逆光もまたバウンディの提供になっています。作中のキャラ歌の感情が爆発するシーンで流れる曲逆光、心情を描写するような疾走感や力強さ、テンポ感を意識して作られたそうです。ロック調で毒々しさがありつつ悲しさもあり、歌の本心を表現する爆発力が必要だからこそ、アドさんの刃のような力強い歌声を 100% 出せる楽曲だと思っていますとバウンディはコメントしています。ミセスグリーンアップル、続いて紹介するのはミセスグリーンアップルの大森元貴です。2013年に結成されたレコード会社ユニバーサルミュージックおよびレーベル EMI レコードに所属しているロックバンドミセスグリーンアップル、彼らはボーカルギターの大森を中心として高校2年生の春に結成され、その年の5月20日通称青リンゴの日に初ライブを開催して始動。2015年7月8日ミニアルバムバラエティを EMI レコードよりリリースしメジャーデビューを果たしています。当初は5人体制でしたが、メンバーの脱退などがあり現在はボーカルギターの大森元貴、ギターの若井博人、
キーボードの藤沢亮香の3人で活動しています。2018年には映画青夏君に恋した30日の主題歌として青と夏、2019年には第97回全国高等学校サッカー選手権大会の応援歌として僕のことがそれぞれリリースされるなどしており、2022年にはミニアルバムユニティより先行配信されたダンスホールがバンド最速となるストリーミング再生回数1億回を突破し、同年の日本レコード大賞にて優秀作品賞を受賞するなど大活躍を見せています。そんなミセスグリーンアップルのギターボーカル担当大森もまたアドについて語っています。バウンディと同じく映画ワンピースフィルムレッドの劇中歌としてアドに私は最強を楽曲提供しているミセスグリーンアップル、すでに上映期間は終わっていますが2023年10月20日から1ヶ月限定のアンコール上映が行われており、10月28日に都内で行われたアンコール上映記念舞台挨拶にてルフィ役の田中真由美、ゾロ役の中井和也、歌役の名塚香織とともにミセスグリーンアップルが登壇。アドに対してのコメントも残しています。すごかったですね。僕がまず仮歌を歌わせてもらってアドちゃんがそれを聞いて歌を取ってくださったんですけど、僕のニュアンスを入れながらもアドちゃんでしかできない歌い回しをしていてすごく感動しましたとアドの表現力を大森は絶賛していました。実際に私は最強はビルボードジャパンホット100にてトップ3入り、アップルミュージックグローバルチャートでもランクインするなど2社のコラボはこれ以上ないほど大成功を収めています。社交辞令ではない心からのリスペクトであることが伺えますね。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。